かすみみたまの現世現談チャンネル。夜逃げ物件改修工事。知り合いの J さんに会った時に、今度夜逃げアートの住宅の改修工事に入るから手伝いに来ないかと誘われた。詳しく話を聞くと、隣町の駅前の店舗兼住宅らしい。田舎町なので、駅前といっても数軒の商店があるだけで人通りもほとんどないところである。むしろこの町の片側にある国道沿いにたくさんの企業が連なっていたので、仕事でも買い物でも遊ぶにしても町の住人は昼夜を問わず車で国道方面に出ることが多かった。 J さんは大掛かりな工事に人手が足りず、何の技術もない私をただ頭数を揃えたくて誘ってきたと思っていた。現場について改めてその店舗兼住宅を見ると、通りに面して店舗があったらしく、シャッターが下ろされていた。その後ろに後付けされたような形で2階建ての洋風の立派な住宅があった。住民は3世帯の家族で、借金に追われて夜逃げをした後、数年間そのまま放置されていたそうだ。敷地内は伸びきった雑草で覆われ、外観もすさんでいた。敷地の片隅に木造の車庫兼物置小屋のような建物があり、こちらも朽ちかけていた。夜逃げなので、家の中には生活用品がそのまま残されていて、散らかり放題だった。おそらくだが、1階に台所、風呂とトイレ、広いリビング、子供部屋があり、2階に上がるとすぐ前に広い12畳ほどの空間があり、その左右にそれぞれ扉があって洋室があった。まずはカビ臭。家中の壁紙の至るところに黒いカビ、そして散乱する生活用品と朽ちた家財道具の山。かろうじて冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの電化製品はとてもきれいに見えた。子供用の車の乗り物やベビー服など、状況を考えると胸が苦しくなった。J さんが店舗の方に行ってみてというので、私は1階の台所横からつながる店舗部分に足を踏み入れた。シャッターが閉まっていたので薄暗かったが、どうやら物置小屋のように使用していたらしく、古い家電やら衣装ケース、本やアルバム、引き出物などが散乱していた。あまり触りたくはなかったが、写真などはついつい手に取って見てしまう。そうしていると、上の方から、スス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 、と足音がした。店舗の2階部分からだった。誰かいるのかなと思い気にしなかったが、2階も見てみたかったので、脇の階段を上がった。左右に2部屋あり、軽く覗くと誰もいない。畳敷きで残留物を見ると、どうやら老夫婦がここを使用していたらしい。カーテンが閉められてはいたが、隙間から暖かな日差しが漏れていたので、いい部屋だったと思われた。先ほど確かに足音がしたので、誰かいますかと声をかけたが、返事はない。少し不気味に思い、私は J さんの元に戻ると、J さんが少し笑みを浮かべて、なんかいなかったと言った。それで私も納得した。だから私を誘ったんですね。J さんが不動産屋と下見に来た時も不審な足音を聞いたそうだ。J さんは私が階段好きなのを知っていて連れてきてくれたそうだ。しかし、この物件は夜逃げ物件である。住民は生きるために逃げたので死んでいるわけがない。もしかしたら家が恋しくて生き霊でも飛ばしているのだろうか。私はそんなことを考えながら指示された作業に取り掛かった。こういう場合、多方面から業者が関わり、それぞれで下見をして見積もりし、作業日程を制作する。残留物を撤去する業者、カビだらけの壁紙を担当する内装業者、大工さん、そして J さんのように電気工事を担当する業者などである。徐々に作業員が増えて、それぞれの担当の仕事を開始していた。建物横にはトラックが横付けされて、荷台の大きなコンテナめがけて残留物などが投げ込まれていく。内装業者は壁紙を剥がし、J さんは天井に換気扇や照明を増設する作業。私は J さんの補佐役。夜逃げ後の住宅は生活感がそのまま残されていて、まるで人様の家に勝手に入り込んでいるような罪悪感を抱いた。その反面、残留物に残された住民の様々な秘密に触れて、好奇心はマックスの状態になった。その日の作業を終えて帰宅すると、高揚感も落ち着いて一気に疲労感に襲われた。いつもより早く就寝すると、夜中夢を見た。私はその日作業に行った夜逃げ住宅の玄関前に立っていた。おばあさんが家の中から出てきて、その姿が私の目の前で徐々に変貌していく。はじめは普通のおばあさんだったのに、だんだんと薄くなって、顔からドロドロと崩れ始め、最後は黒い影のようになった。はっ!と驚いていると、その黒い影はゆっくりと移動して、私の横を通り、敷地内の車庫の中へと吸い込まれていった。はっと目が覚めた。自分の部屋の布団の中にいると認識できて、嫌な夢を見たなと思わされた。その時、自分の寝ている頭の上から、スス、スス、スス、スッとあの足音が聞こえて、人の気配を感じた。誰かいる。別に金縛りということもなく、泥棒だったらどうしようと思って様子を伺っていると、その足音は部屋の中を行ったり来たりして、ただ動き回っているだけのようだった。私はいつの間にか寝入ってしまっていた。翌朝家族に夜中に誰か部屋に来たかと尋ねたが、誰も来ていなかった。この時点でもしかしたらあの家のおばあさんを連れてきてしまったのかなという考えが頭をよぎった。ところがである。この現象が毎晩起こるようになった。夢におばあさんが出てきて、溶けて黒い影になり、車庫の中に消えて、目覚めると誰かが部屋の中を歩き回る。4回目の夜、私はたまらず布団に入ったままの状態で、ただ天井に向かって、明日、あなたの家に行くから、と声に出して話した。すると足音がピタリと止まり、静かになった。翌朝部屋を出る前に、念のためもう一度、行きますよ、と声に出して話し、部屋を出た。私は自分の車を運転して、隣町の現場を目指した。もしかしておばあさんが後ろの座席にいるのかと思い、バックミラーで何度も確認したが、私の目には何も見えなかった。だから私にはおばあさんを本当に連れてこれたかどうかなど全くわからなかった。現場に到着してさらっと中を覗くと、早くも状況が変わっていた。残留物はすべて撤去され、床板が剥がされ、大工さんが新しい木材を敷き詰めていた。本格的に改修工事が進んでいて、外回りも整備され、何より車庫兼物置だった建物がなくなっていた。つまり取り壊されて更地になっていたのだ。車庫がない。私は急いで家の中に入ると J さんを探した。そして浴室で作業する J さんを見つけて声をかけた。J さんは驚いて、あれ、今日は呼んでないよね。と言ってきた。違うんです、J さん。車庫がなくなってる。ああ、ボロかったから壊したよ。という。夢の中でおばあさんが何度もあの車庫に入っていたので、何かあると思っていたが、まさか更地になってしまったとは、おばあさんもがっかりしているだろうと思った。それにしても、なんであの車庫に入っていくのかと思い、J さん、車庫から何か出なかったですか?と聞くと、ガラクタばっかりだったよ。車もなかったしね。とのことだった。その後、私の家での怪奇現象はなくなって、おばあさんかどうかは不明だが、あの足音の主はいなくなった。そして J さんからの追加情報として、あの家の若夫婦が発見されたそうだ。だが、夜逃げした後、老夫婦とは別々に行動していて、連絡は途絶えてしまったのだという。その生死さえも不明のままである。ちなみにこの物件はすでに買い手が決まっており、すぐに引き渡される予定である。